「チェジ生まれて」 じゃあね、えー、とちょっと習慣について、ね、話していきたいと思います。でね、習慣で、えーと「アトミック・ハビッツ」っていうあの本があるんですよ。これは、えー、と本当に習慣について学んでいきたいんだったら、これはマスト。マストのおすすめです。本当に、えー、と学生の皆さん、この本は読んでください。アトミック・ハビッツっていう本です。ジェームスクリアさんので。もし英語の勉強とか英語に興味があるんだったら、ぜひ彼のニュースレター、えー、あのメルマガっていうのかな。日本語で。彼のメルマガ毎週木曜日あの、アメリカの木曜日だから日本の日 金曜日になんんだけどメールが届くんですよねこれも結構いい内容が入っておりますので僕のおすすめ「あのあの週刊第1」はジェームスクリアさん、ね、言いたいと思います。でまずねえー、とほんにねあの頑,張る頑張ることと習慣っていうことの違いっていうことをちょっとお話したいんですよね。でここの 完璧症っていうか、完璧で生きていく。仕事も完璧にやらないといけない。なんで人生うまくいってないのって言うと、自分はダラダラしているから。自分は怠け者だから。もっと頑張らないといけない。僕はもっと努力しないといけないんだって。で、そのアマチュア的な考え方。これね、本当に、プロの、なんかメンタリスト、プロのテクニシャンプロの、な、なんかね、 黒みたいな視点から見てくると分かると思うんですけど24時間朝から夜まで頑張っているとそれ2週間でバルキーがなくなりますよね,ね。朝から夜までいつも頑張ってるっていうこれ2週間だとこれ頑張りじゃなくて苦労ですよね。苦労ですよね。マジ。 ね、エリートの集団でいて、みんなと一緒にそういうことができているとか、自分がネイビーシールズとか、自分がね、アーミーレンジャーとか、ね、なんかそういうなんか、ね、あの、あので、弁護士のエリートの集団とか、自分のお医者さんのエリートの集団とか、ね、なんかのそういうエリートの集団で、そのエリートたちのそのグループの働き方が、めちゃくちゃ朝から夜まで厳しいって言うんだったら、それは別なんですけれども、そういうところに自分を置かないで、はい、今日から今からすっげーめちゃくちゃ頑張りますって言ってたら、何が起こるから、 これかっていうと努力すするっていうのが嫌いになりますよねで努力しても努力ができないうまく努力ができないから効果が出てこないから自分は努力できない人間だって勘違いしちゃいますよね,ねだから僕努力やめろって言ってないんですよ努力を朝から夜までずっとやっているっていうのは辛い生き方だなって言ってるんですよねでもうちょっとプロ的に考えていくとじゃあ特にこれ40とかねあの30後半とか言ってくると分かると思うんですけどやっぱり 自分の体のエネルギーも変わってきますよね。ねなんか10代とか20代の時はもっちゃくちゃ元気なんですけれども、やっぱり年を取っていく時に自分のエネルギーが限られてきますよね。で、自分の仕事とか、自分の家族とか、そういう時間の自分のロール、ね、あのスティーブン・コビー博士が言う自分のロールですよね。ね Who are you? Are you a father? Mother?、ね、うう are, you, are you a teacher?、ね、仕事以外に自分のポジションっていうのがあるじゃないですか。そういう責任も入ってくるんですよね。 だから、時間も限らられてるんですよだからリアルに自分,が、ね、自分がエネルギーだと思って、自分っていうエネルギーに限られているエネルギーの中で、どこに勝負をするかっていう大切なんですよね。ねでこれ、アマチュアが朝から夜まで勝負してるんですよ。だから、負けるのね。負けるんですよ。 負けるんですよ。もちろん、中には成功する人もいますよ。そういうのが好きな人はね。スパルタ系が好きな人は、それでいいんですよ。それ自分に合ってるっていうことなんですよ。も,もしかしたらそれ、あなたに合ってないかもしれないんですよ。朝から夜までずっと努力して、頑張らないといけない。で、いつも怒られてる、もっともっと努力して、ちょっと、ちょっといいことがあっても、いやいや、もっと悪いことが来るから、もっと努力しないとって言って、ね、楽しむことができない。休みも取れないかもしれない。休み取ってるときに罪悪感を感じる。ね。で、ちょっと疲れてて、あーってやってると、めちゃくちゃ罪悪感を感じるとか。よくありますよね、このパターン。これね、 怠ける時間を習慣にするっていうのもありなんですよね。さっき後藤さんからスーパーチャットいただいたんですけれども、えっ、ー、と、2年間も休みを取っていなかったっていう方だってたんですけどもね。あの、これはね、意外とね、頑張り屋さんにもおすすめなんですよね。例えば、ね、あの、 アメリカだったらゲームとかテレビとかフットボールのゲームとかで日本だったらアニメかもしれないよね,でなんか、あのー、ね読書かもしれないしな何でもいいんですよでその例えばさじゃあちょっとアニメ見ようぜってでアニメ見ちゃうじゃないですか本当は勉強しないといけないのにとかでネットフリン見ちゃうじゃないですかいや本当は早起きしないといけないのにまた見ちゃったとかでそうすると罪悪感感じますよね だから、アニメを見るとか、ネットフリ見るとか、ドミノピザ頼むとか、食べるとか、ビール飲むとか、ね、美味しいワインを飲むとか、美味しいものを食べるとか、それって本当は楽しむ時間なんですよ。でもこれをコントロールしてないとどうなるかっていうと、アニメ見た瞬間、ああ、アニメ見ちゃった、もっと僕はダメ、ダメな人、もっと頑張らないとってなっちゃいますよね。 で、それを、そういう、それをやるんじゃなくて、本来だったら、ああ、アニメ見た。ロッキー仕事の前にアニメ見たぜ。やったファイトみたいな。ね、よっしゃ仕事の前でちょっと、ね、15分ゲームやったぜ。よっしゃファイトわかるゲームを3時間続けるっていう感じじゃなくて、ちょっとアニメ見たり、ちょっと映画を見て、ブッシュ気合い入ったぜみたいな感じで、そこのポジティブでまた次に上げていくっていうことはできますよね。 ね、または仕事が終わったらよっしゃーって言ってキンキン冷えるビールを飲んだり、まあ、ビール僕,は僕はお酒はちょっと微妙なんだよね正直言ってお酒,は、ね、お酒はそこまでおすすめできないと思うんだよな個人的にねちょっと僕の経験を言うとでもなん,かなんか楽しい映画を見たりとかテレビ番組見たりとか自分が好きなアニメ見たりとか、ね、あの運動したりとか,なんか自分がやりたいことね やったりとか、ドライブ行ったりとか、ね。そういう感じで、なんか自分が本当に楽しみたい。ドミノピザ頼むでもいいよ。映画見るでもいいよ。自分が本当に見たい、見たい。映画を、映画をドミノピザと一緒にやるっていうのは、それはいいわけなんですよ。ね。だから、本当に、ね。この楽しむ時間を自分に、あえてスケジュールしてあげること。ね。だから、もし自分の仕事が終わってたら、楽しんじゃっていいわけなんですよ。 ね、でちょっと楽しんでまた仕事に行くとやる気っていうのは上がるんですよ、ね、だからこの丸抜感覚のちょっと遊んでたら悪いことが起こるっていうのは、まあ、それがね本当に自分に役に立ってるんだったらそういうスパルタあのマジお坊さんとかアンソニー・ロビンズさんとかもそうだったんですねあのアンソニー・ロビンズさんの話聞いてたのはなんか20年間あのチョコ食べてなかったんですよチョコレート。 ね、でチョコレートを食べる人を、ね、上から目線であんなみんな砂糖食べてる本当に砂糖ってどのぐらい自分の体に悪いのって知ってるみたいな感じでチョコレート食べないですよねで彼あの新しいあの奥さん、ね、あのデートしてる時に奥さんがディナーに行ってディナーのデートの後にめっちゃあのあのなんかあのアイス食べるんですよチョコレートブラウニーアイスみたいな感じでうまいーとか言ってるわけよねアンソニー・ロビンズが「はぁー!」って怒ってるわけよ絶対チョコなーンで食べちゃいかんみたいなで歯に ハニー、これ、チョコよって。食べなさいって、これ、美味しいのよって。人生楽しみなさいって言って、もうって言って、チョコ食べて、めっちゃチョコ美味しいじゃんなにこれ、20年間チョコ食べてなかったんだよみたいな感じ。ね。そういう話、面白いですよね。面白いですよね。だから、そういう本当に、なんか、軍隊とか、あの、お坊さんとか、もう、超、超エリート、オリンピックのエリートで、もう、チョコも食べちゃいけないとか、それは別に、それで、そういうライフスタイルそれでいいと思うんですよ。keep doing it! If it works for you, do it! ねなんかこのライフスタイルが全員にフィットしてるよなんてないでしょないでしょなん、ね、こういうライフスタイルはこの人に合うよね。こういうライフスタイルはこの人に合うよねっていう話なんですよね。だから、もしそういうネットフリを見てね、ね罪悪感を感じるんだったら思いっきりメートルフィルに見るのよ。僕も思いっきり怠ける時間っていうのを入れてるんですよね。この時はもう怠けていいよって。この怠けの話も、習慣に戻ろう。うん。だからそれを、怠けるのを習慣にするっていうのもありですよ。マジ。うん。だから、 朝から夜までずっと頑張ってるっていう考え方は、まあ、それが自分に合ってるんだったらやってください。ね、本当にそれで効果が出てるんだったら変えないで。でも、それが自分に効果が出てない。マジ疲れている。で、それだったら、ちょっと習慣っていうところ、朝から夜までわーってやるんじゃなくて、朝からこの時間はリラックスしていい。罪悪感を感じなくていい。でも、ここになると勝負するぞっていうことなんですよね。わかる 習慣をやっていくときに、まず一つにしましょうね。一つにしましょうね。なんか、習慣、この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 習慣。いやいやいや、一つの習慣に2ヶ月かけてみよう。で、習慣になったら次のをゲットしていこう。3ヶ月かけてもいいよ。そうすると年4個の習慣作れるじゃん。年4個の習慣を作れるってなると、年、ひょっとしたら4個の習慣を外すこともできるわけよ。これも、外すっていうのも一緒に学べるからね。外す習慣を作るって。そうすると人生大きく変わってきますよ。本当に。 でポイントはね、ここなんですよ、ね、頑張り屋で朝から夜までジャーってやるんじゃなくて、1個の習慣、これをしっかりやるのよ、これを、これをサボるのを許さないのよ、わかるえっ、ー、と、ちょっとね、前であのお話聞いてて、あのね、あの小説じゃなくて、ポーム、詩を書く人がいたんですよ、えー、スコットランドかどっか、アイルランドかにいたんのね、昔。 アメリカだったかな何ヨーロッパで。で、このイギリスだったかなで、この人、あの、毎,毎日、何があっても、朝6時から朝9時は、机に座って自分の詩を書くのね。ポーム。詩って言うんだよね。あの小説じゃないよ。詩って言うんだよね。あのポーム、ポーム。はい。で 残りはこの人、マジ、本当に一日中お酒飲んだりしてるわけよ。夜もなんか酒、お酒飲んで、遊んで、朝まで遊んじゃったり、ね、で全然食べ物も、コントロールしてないわけよ。でも、なんでっていうと、それは自分がちゃんと、自分の人生で絶対やらないといけないことをちゃんとやってて、それがやってたら、他はのうでもいいの。ちょっとご褒美みたいな感じなの。 で僕はどんなに二日酔いでも絶対この習慣は崩さないよねってわかる面白いでしょ面白いでしょねだからこの習慣になったら努力しないのは何もいないって言うんじゃなくて一つのところなんですよね一つ頑張るところなんだよねこれ今ちょっとタイトルがねちょっとずれね頑張らなくてもうまく人の話っていうかその朝から夜まで頑張らないっていうところなんですよね一つのところをしっかり釘を打つみたいな感じでそこを見逃さないよね ね、でそこを信頼していくっていうことなんですよ。OK。ケ、okay、ー、じゃあね、えーっと、習慣の大切さっていう、なぜ習慣やらないといけないっていうのが分かったよね。で、正直言うよ、中には、新しい習慣を始めるのも大切なんですけれども、今ある習慣を外しちゃうっていうのもあるのね。で、ある中の ひょっとしたらアルコール飲みすぎだな,なって思ってる人タバコ吸いすぎだな,なって思ってる人僕,僕めっちゃお酒飲んでたよ昔でめちゃくちゃタバコ吸ってたよそれもやめたのねタバコとアルコールから手放せる自由になれるこれ多分食事もそうだと思うんだよね今まさにケイスさんが言ってることだと思うんですけど特に特にアルコールから自分を自由になれると パワー強っ、すっごい変わるよ。二日酔いがなくなる元気が10倍から30倍上がってきて、で、自分、エネルギーがあるから自分のフォーカスポイントも変わってくるのに。 ね、ごめんね、ちょっと余計な話なんですけれども、ちょっとね、あの、僕、誰かのことを考えてるんですよ。見てるかもしれないから言ってるんですけれども、もし、ひょっとしたらこの新しい習慣を作るっていうことより、悪い習慣を外すっていうことが大切かもしれないんだよね。なので、ちょっと3分タイマーつけますので、今、 ええと、3分ね、これちょっと読めないと思うんだよね。ええと、3分タイマーつけるから、ちょっとメモ帳を持ってきて、で、これ紙で書いてね。で、紙が今電車で紙できないっていう人は、あの、YouTube、ええ、止めてもいいから、ね。あの、メモ帳、なんか、あの、打って iPhone で、自分の iPhone に打ったりして。今、自分が、これマジ外した方がええやなっていう習慣。 多分、いつか、一個、いいなんか何個か出てくるんだよね。これちょっとワークやりましょう。なので、ちょっとこれ持ってるから。ね。どういう習慣を作るんだっていうんじゃなくて、何が今あなたの人生を邪魔してるね。これは、あの、寝ないっていうことが習慣になってるかもしれないよね。 寝ないっていうことが習慣になってるかもしれない。夜寝れない。YouTube 見たり、ネットフリー見たりとか。それでもっと疲れて、会社に行くときももっと疲れてて、で、今度、家に帰ってきたらもっと疲れてるから、何やるのって言うと、もっとリラックスしたいから、どうやるのって言って、ジャーナルとか瞑想とか運動っていうのをやってないから何やるって言ったらジャンクフードを食べたり、お酒を飲んだり、で、もっとネットフリーを見たり、で、次の見たり、で、もっと、あらめけてる最悪って言って、どうっ気持ちよくなろうと思って、もっとネットフリー見て、で、今度もっと、ね、深夜、 こうやって起きてて、で、次の朝もっと疲れててで、今度疲れてるからもっと仕事ミスして悪いことが起こるとか、ね、これお酒もそういうパターンがあるでしょね、疲れてるからお酒飲もうって、お酒飲んでももっと疲れるわけよ。で、仕事ミスして、でもっとお酒飲みたくなるって、当たり前ですよね。うん。だから自分の人生の中で、外したい習慣何、何何ね、自分の一日を想像してみる。これ外した方がええやんっていうのある。で、中には、 自分の話し方っていうのも習慣になってると思うよ。ね。上司。自分の部下がいたら、要注意ですよ。要注意ですよ。自分の部下が気に入らないことを言ってきたら、あなたはどうやって返してます怒って返してます僕は昔怒ってきたよ。自分の部下がなんか嫌なこと言ってきたら、お前そのぐらいできるようになれとか言ってた時もあったよ、マジ。上司だから。俺が社長だからとかってね。裸の社長だよね、俺。うん。 これ、これ、絶対ダメだって。今、今大切にしてるのは、僕が実際に会社の中でやることじゃなくて、チームメンバーの感情の方を大切にしてる。今は。その、その人の仕事よりその人のハッピーネスを、その人を尊敬するところに、今はね、フォーカスしている。ちょっと、もう本当に下手だったんで。残り1分。 ねちょっと考えようよ。今聞いてるだけだったらね、今ちょっと浮かんできてると思うんだよね。で、もし浮かんできたらちょっとで,できればビデオ止めていいから、紙どっか持ってきて書いて。どこでもいいよ。どこでもいいから書いて。ペンを自分の手の上で書いてもいいから。何を外したらいいと思う。ね。で、今度、でもしもう分かったら、あの、まあ、いいんだけど、ね、人との話し方、ね、会社の中の習慣があるかもしれないよね。 ね、断れないっていうのが習慣になってるかもしれないよね。それは手応え相手だよ。もし自分がね、仕事断れるようになったら、ね、仕事できるけど、やりたくないっていうか、おかしいなっていうことは断ってもいいって。ね、でもちろん断れない時もあるよ。 もちろんややらない時はやらななないいいいとはけよあの好きなことだけやってますっていう感じじゃなくて本当にこれは会社のためにもならないしもっといいやり方があるんだったらそうじゃなくてこういうことをやっていきましょうよっていうのはできるようにそういうことを言えるようになったりしたら自分のキャリアがガチ変わるよね,ね中には家族でこういう自分の子供にいつもムカついてるとか自分のお母さんお父さんにいつも迎えてるとか、ね、それ習慣になってるかもしれないよねうん お、いいね。つい、えー、と、批判的な考え方をしてしまうこと。人に口出すようなことはしなくなったけど、ついついことをよくないのを見つけてしまう。うん。僕もそれある。マジ。ね、それね、あるよね。人の意見に同調してしまうところ。うまいね。買い物は外したい。買い物はでっかいよね。買い物はでっかいよな。うん。で、ちょっとね、これを、 まず、えーとちょっとこの習慣っていうのが脳の中で科学的にどうなっているのかっていうのを説明したいんですよね。でごめんね、僕は、えー、とちょっとねあの、科学的な言葉を日本語で忘れちゃったんだよね。ちょっとこれ勉強不足なところです。ごめんね、ちょっとこれあの勉強するね、来週まで。あ来週休みだからね、okay。何が起こるかっていうと、自分の脳、自分の体、僕たちっていうのは習慣のする動物なんですよね。 ね、だから何が起こるかっていうと僕たちの脳っていうのはめちゃくちゃフォーカスするところがあってもういっぱいの情報が入ってきてできるだけ脳は自分のサバイバル自分のなんか生活を楽にするために習慣化にするんですよね,ねどういうことかっていうと例えばあのマニュアルの免許をも取ったこといますちょっと教えてくれるコメントでマニュアル免許持ってますって、ね、持ってないでもいいよ、うん、持ってる人は持ってますって言ってでマニュアル免許めちゃくちゃ大変なんですよこれ わかるもう車に入ってドア閉めて、ね、普通のマニュアルじゃないのだけでも大変なんだけど、いらな運転するの。ねこれ、オッケー,オッケーじゃあ、ブレーキ右足で踏んで、左足でシフト踏んで、今度、ニューチュラルからギア1に入れて、で、右足でアクセルを踏みながら、ね、ブレーキ外して踏みながら、今度、えっ、ー、と、クラッチを外して、で左右確認して、これできれば急、あの高、高速道路とか乗らないといけないんですよ。めちゃくちゃ難しいのよ。でも、3週間経つとどうなるのっていうの、マジ携帯で、携帯離しながら、まね アルでで運転して高速道路を乗れるるよようになるんですよねでまさに自分たちの脳っていうのは全部を習慣にするっていうこういう機能があるんですよね。ねマニュアルメント持ってますありがとう持ってるよえらいパンダさん、ちょっとね、マニュアル皆さん拍手 <laughs> ありがとうギアチェンジ必要なんだよねそう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 坂道屋さんそう海の美子さんがわかるサンフランボで僕ね、マニュアルの車でサンフランシスコの坂でにまったんだよねいや なちょ後ろには車もあるしなんかかこれなんか右足でブレーキ踏んで左手でこれを引いてあのブレーキ引きながらで右足でアクセルを踏んでこれでいきなり隠してもう事故るよみたいなすごい難しいのよでも慣れると簡単なんだよねで脳の中で何が起こってるかっていうといっぱい線があるんですよ脳の中で線があるのね線路線みたいなのがあってそこに電気が流れてるんですよで習慣になると路線が太くなるんですよね路線が太くなるんですよで なので、最初は難しいけど、習慣になると楽になるっていうのは、この脳の中の路線が太くなってるからなんですよ。電気が入りやすいんですよ。で、これはいいことでもあるし、ネガティブなことでもあるんですよね。ね。だから、ネガティブな習慣を外したいんだったら、まず、今、習慣モードに入っちゃってるなって、自動リアクションモード、入ってるなって気づくことなんですよね。これは、 まずこのマインドフルネスの最初のポイントは今こうなっちゃってるなって気づけることでしょ。気づけると治せるのよ。ね、これあの病気もそうでしょ。病気だって分かったらどの薬を飲めばいいかって分かるじゃん。ね、なんとなくこれ調子悪いんだよな、じゃなくてあなたこれ悪いんだよって分かった瞬間に治せることができるじゃん。同じような感じマインドフルネス。癖も悪い癖もそうなんですよね。習慣も。なので、まず習慣を変えていくんだったら、ね、気づけるようになること。 で、これちょっとアドバンスね。これもし時間がある人はぜひやっていて、今通勤中のみんなもいるから大変だと思うんだけど、もしこれ後で見ている人たちは、ちょっとこれを止めてで、リアルにチョイスポイントっていうのを考えていただきたいんですよ。これはドクターラスハリスさんの幸福になりたいんだったら幸福は目指さない方がいいよっていう本があるんだよね、そのような。でそこで、そこで入ってるのかな、まあ、ちょっと僕、彼の,あのメンタルトレーニングのマインドフルネスのコースを受けたので、そこで学んだことなんですけども、チョイスポイントっていうのがあるねで。どういうことかっていうと、ここに丸って書いて、ね、OK。 じゃあ、えっ、ー、と、これちょっと面白いね、これでオッケー。これ習慣の話だからね。で、自動リアクションになっている習慣っていうのがあると思うので、まず、ここに自分の上に自分のネガティブな習慣の名前を書いてみてください。オッケーでそれは、例えばイライラする。なんでもいいですよ。上に自分のこの習慣の名前。例えば僕は、えーと、ジャッジ。ジャッジするっていうのをしますね。ジャッジ。 ジャッジっていうのは人を批判するっていう。これ悪い習慣があるんですよ、僕は。どうしても自分を比べて自分を上に持っとこうとするんですね。あ、フォンさんありがとうへえありがとうオッケー。で、この一番下に、ね、このチョイスポイントの前で、この時に何が起こるとこの習慣が始まるのっていうのを考えていただきたいんです。何が起こると、これ見にくい読みにくい大丈夫読めるうん。何が起こると、習慣がスタートするの ね、この後、あの、習慣の作り方も説明するからね。ね。例えば、僕の場合は、えっ、ー、と、近所の、なんか別の人と会うとか、ね。ある人を僕が、ある人、僕ちょっとね、あの、僕ね、あの、会うとざわってする人がいるんですよ。僕の人生の中で不思議なことで。何人かいるんだよね。なんか、ああいう、なんか、ある、あるタイプの人と会うと僕、ざわってしちゃうんですよ。自然に。ああ、苦手って、苦手っていう人。で僕、苦手な人がいるんですよ。そういうタイプが。ね。で、苦手な人がいると、僕は、何が起こるかっていうと、今度、ここに矢印を2つ書いてもらいたいのね。 こっちをポジティブって書いて、ここ。いやー、クリス本当に下手だね。でこっち、ネガティブって書くのね。オッケーで、何が起こると例えば僕は苦手な人と会うと、ネガティブでジャッジしちゃう。あの人できないよね。あの人本当に嫌だよね。あいつ本当にムカつくよね。見てるだけでムカつくよね。とか、そういうことが自然に起こるのよ。OK、OK。 じゃあ、もしこれをポジティブに変えるんだったらどうするべきがいいまずそれを止めて、でもこの人っていいところもあるよねって言って、3ついいところを見つけるとか。OK。でこれが このチョイスポイントっていうコンセプトが結構でっかいんですよ。何が起こるとその悪い習慣がスタートする。疲れてる時にピンとビール飲みたくなっちゃうとか。疲れてる時にね、家に入る時にドミノピザ食べたくなっちゃうとか。ね、疲れてて家に入るとネットフリー見たくなっちゃうとか。OK? ね。で、ポジティブの、もうそこからポジティブだったら何が理想自分の理想を書くわけよ。で、よくやっちゃうことを書くわけよ。で、これをやると、ね、これ、これチョイスポイントなんやな。 これをやると、次の時、自分が何かに気づいたら、あ、やべえ、今完全にネガティブな方向に行ってるなって言えるわけなんですよ。ね。で、ちょっとこれ事前練習してるみたいな感じで、ポジティブに行くことができるんですよね。ポジティブに行くことができるんですよ。で、これは1ミリでもいいからちょっとずつ近づいていくことなんですよね。ね。1ミリでもいいからポジティブな方向に進んでいくの。 で、できればこれを一日中やってると超大変なんですよ。一日中やってると多分4日も持たないと思うんですよね。一日中完璧に生きようとすると。だから、一つ、この習慣だけを外してっていうのを選んで、じゃあ、いつその習慣あなたやっている何時どこで環境はどこあなたのムードは体のエネルギーはっていうのを考えて、で、その習慣をやるとどうなっちゃうので、その習慣をやらないんだったら何をやりたいの その代わりにポジティブなのは何っていうのを考えるわけよね,ね。だからいきなり習慣が入ってる悪い習慣のところで、ああ、これやめないと私はやめれない、ああ、難しい。じゃなくて、もうその習慣が今始まったなって、ああ、気づいてる気づいてる、始まりだ、ああ、僕今ネガティブの方向に行ってれば、ネガティブの方向に行ったらこうなっちゃうんやなって言って気づけるようになって、ちょっとずつその習慣だけ変化をやっていくのね。OK。で じゃあ、えっ、ー、と、今ちょっとコメントを読んで、この習慣を作り方、この習慣の作り方を学んでいくと、習慣の外し方も学んでいけるんですよ。あ、<laughs> 今日初めてのチャットです。ありがとうございます。Thank you. ドミノピザ終わるって。 苦手な人確かにいます。認めるように心がけている。疲れてる時にいいじゃん。そうそう苦手る。苦手な人は実は先生だと思うんだよね、僕の。苦手な人がいるから自分の行動がどんなに変になってるっていうのをリアルに理解できて、そこの訓練が入る。まあ、それが嫌だったらね、さっきでもいいと思うんだけど、まあ、ちょっとそれはまた別の話で習慣に戻ろう。ね。ケ、OK、ー。だからそれが習慣のこのチョイスポイントのネガティブの場合なんですよね。だから忍者さ、その、なだから忍者さんがね、あの、 その、なんかね、食いすぎっていうのが悪い習慣だって言ったら、OK。じゃあ、いつ食いすぎになる何時に食ってる何食ってるサラダ食ってても食いすぎになるのね。じゃあ、その食いすぎにならない反対側の自分の理想の習慣は何なのってで。そこ、そこにフォーカスするのよ。でも、これ軽いネガティブな習慣だったら、理由が足りないのね。だから、痛い方がいいのよ。だから、きつい経験になる方が人間って学ぶじゃん。 ね。きつくないと学ばないんだよ。壁に当たって転んで鼻血が出て、ね。ね。ぐちゃぐちゃになると、これもう二度とやりたくないってなるじゃん。ね。同じような感じ。だから本当に変えたい習慣。本当にこの習慣のせいで自分の人生が悪くなっている。マジこれいい加減に外さないといけないっていう、そのぐらいの覚悟が必要になるんだよね。習慣を外すときは。 ね、その軽く習慣を外す本,本を読んで、軽く習慣を外せるようになりました、それはで,それで,きるできたら最高だけど僕はそれできないんだよね、僕はその覚悟が必要なのよ、OK、ね、だから一日中頑張るんじゃなくて、ここだけは絶対見逃さないみたいな覚悟ね。 じゃあ今度どうやって習慣を作っていくのっていうのことにちょっとフォーカスしていきたいんですよ、ね、どうやって習慣を作っていくのかっていうところなんだよねでまずこれ最初にちょっと言ったんだけど最初のポイントは、ね、習慣1つ選ぶことなんだよね,ねなんかちょっとなんかね、あのー、なんかあの10個の習慣を一気にやりたいですみたいなそういう気になっちゃうと思うんですよ でもそうやると多分30日は持たないと思うんだよね。で正直言って何日習慣を作るのに何日かかるのっていうのはこれもすごいミステリーなんだよね。毎日やってたら30日ぐらいで習慣になるんじゃないかっていうそういうことを言っている人たちはいっぱいいるんですよ。でも例えば週1回だけ早起きやってるっていうことで30日やったら早起きが習慣になってるかって言ったらまた別のことじゃん。何回やるのかっていうことが大切になってくるんですよね。で、 習慣を作っていくときに、ね、だから一つ選ぶわけよ。で、今度、次に大切なポイントは、これ二つ目のね、習慣のポイント。一つ目は一つを選ぶ。二つ目は何をするかっていうと、もう習慣、新しい習慣をやりたいっていうとき、もう準備してるのね。もう準備してるわけよ。 ね。だから、例えば朝散歩したいっていう習慣、朝ジムに行きたいっていう習慣を身につけたいんだったら、ね。普段寝坊してる,してる人だったら、普段寝坊してて朝起きて、ああ、これから運動、ジムに行かないといけないって言ったら、無理ってなっちゃうわけよ。行こうかなと思っても、ああ、無理ってなっちゃうわけよ。だから、どういうことかっていうと、もう、マジ、ね。パジャマじゃなくて、運動着で寝るのよ。わかるまたは運動着運動着がベッドの横にあるのね。 だから朝起きたら何やらなって水飲んで運動着着てもう靴そこにスニーカー用意しててもいいわけよ。またジムに行くんだったらジム用のバッグを朝用意するんじゃなくて初めて習慣を始めようって。それハードル高すぎるわけよ。超楽にしないといけないのね。で、それはもう運動着とジムバッグがドアの横に用意しててコーヒーも用意しててね、食事も用意されててもう朝起きたら何もしないでパッパッパって行ってすぐジムに行けるような感じ。で、これ仕事だったら仕事で考えて、ジムだったら自分で考えて。 ね、そういうことを考えるんですよ。ね、でちょっとエンバーメント環境っていうところは話していくんだけどそれはもうちょっと後にするんだけど別の感じで準備をするのね。で3つ目のコツは、ね、習慣をスタートするときは、ね、最初の20%にエネルギー80%使うのね。これ2080の法則みたいな感じなんですよ。 ね。だから最初の20%の行動に80%のエネルギーを使うっていうか。わかる最初の20%がうまくいったら80%残り役に行くんですよで。これ散歩。朝の散歩っていうのは、ね。ね、じゃあ朝ね、散歩したいんだって言ったら、2分でもいいから家から出る。 ね。だから朝起きたら、もう洋服も準備してて、靴もあって、ね、みんなも私が散歩行くって知ってて、で、朝起きたら、もう、あなたの仕事は洋服着て家から出るだけであるのよ。で昔はヨー木ーウェラと、あの、住んでた時は2階だったのよ、ね。だから階段降りるわけよ。わかる僕は、ね、朝のジョギング、あの、ちょっとあの、スパルタの時期があって、あの、 裸で走るのはさすが無理だったんでね。でも冬、あの裸、裸、裸、サンダルで走ってたんですよ。だから僕、あの、変な外人がね、あの裸じゃないよ。あの、ショーツ、運動着だけで走ってるわけよ。雪とか降ってんだけど、俺、裸、あの、サンダルで走ってんやな。で、家帰ってきて、冷水シャワー浴びるわけよ。ね。おかしいでしょ。おかしい外人がいるわけよ。雄雄やらには。もう今はいないぜ。ね。でも、朝起きて、ね、太陽も上がってないわけよ。冬、寒いぜ。外、 外も行きたくねえし、あ、裸足じゃない、サンダルバーケンショックで走ってんのよ。東京大学の中とか。やりたくないわけよ。ね、ワイシャツとかね。たまにね、T シャツ外してたんだけど、やっぱりさすがね、それちょっとたまにね、あれがあったんだけど。まあまあまあ、ポイントは、でも僕は、ね、その必要な洋服着て、ね、家から階段降りたら、残りはもう勝手に行ってくれるわけよ。 勝手に動くわけよ。だからジムに行きたいんだったら、家から出るだけ電車に乗るだけそこまでの努力が必要なんだよね。朝散歩を習慣にしたいんだったら、その最初の2分だよね。家から出る。2分歩けば自然に10分とか歩けるわけよ。歩けるわけよ。ね。その大切さを学ぶ。だから新しい習慣を作りたいんだったら、どこがそのパワーポイントなのどこがその20、80のルールなのっていうのを理解することなんですよね。OK。で、 もう一つ大切なポイントがあるんですよで。それはカレンダーを用意するっていうことなんですよね。でどういうカレンダーかっていうと紙がいいよ。Google、まあ、カレンダーとかでもネットのやつでもいいんだけどこうやって普通に紙があってそれをどっか目に入るところにドコーンって置いとくわけよ。自分のトイレとか洗面所とかキッチンとかね。ドコーンって置いとくわけよ。で、習慣できたら X って大きく書くのね。で、できない日はスキップしちゃっていいわけよ。 で、習慣を作っていくときのコメントはこれ完璧に習慣をやろうとすると失敗するわけよ必ずミスが出るのねでデータによると習慣を作りたいときにミスしてもそこまで構わないの、ね、例えば週7回やろうっていう朝散歩週7回やろうと思ってるんだけど週3回しかできなくても習慣は作れるのよ不思議なのねだから丸抜き感覚じゃないのよちょっとずつ進んでいけばいいの だからカレンダーを用意するっていうこと。で、もう一つ、これ大切なこと。で、これね、頭、ちょっと、あの、僕の話飽きたなと思ってる人は、じゃあ、あなた、ネガティブな習慣はどうなってるネガティブな習慣の準備はどうなってるネガティブな習慣の最初の20%のところで80%のが勝負になってるわけやろどこになってるね、もしネガティブなところをフォーカス、ポジティブに変えたいんだったら、そのスケジュール作れるそういうのも考えてね。で、次は、 人に言うっていうことなんですよ。it's accountability. 友達に言うとか、インスタグラムで今日ジョギングしましたとか言うわけよ。ね。YouTube 毎週やりたいんだったら YouTube で毎週やりますって言えばもうそれ言っちゃったからすごい楽になるのね。または自分より力を持っている人にこういうことをやりますって言うわけよ。ね。ね。例えば、なんか僕の場合だったらなんかホンダ検査とかにこういう新しい習慣やるんですって言ったらもう実際にやらないといけないわけよ。もう先輩に言っちゃったから。 ね。そういう形で、他の人で、できれば自分より、ちょっと年上とか、ね。そういう人もありだよね。ー、okay?。で、そういうコミュニティを使うっていうのがあるんですよね。で、次が、エンバイオメントなんですよ。これ環境なんだよね。で、これが結構大切なことなんですよ。どこでその習慣をするのかっていうところなんだよね。ね。どこで習慣をするのかっていうことなんですよ。で、これよく考えてみたいんですけど、自分がね、疲れてて、 ね。健康を習慣にしたいっていう時に、自分の家が汚い。自分の家の中に健康な食事がない。ね。なんかいつもジャンクフードしかない。コンビニでなんかね、ファミチキを食べちゃうとか。ね。で、家、冷蔵庫を開くとなんかミルクとビールしかないとか、焼酎しかないとか。ね。で、家に入るともうドーンってめちゃくちゃ座り心がいい、ね。椅子と、ね。テレビがある。ね。 オッケーじゃあここで健康になりましょうなんて無理無めちゃくちゃハードル高いでしょもう自然に家帰ってきたらねキッチン行ってうわ汚ねってなって掃除しないといけないなと思って開くと何があるのってジャンクフードしかないからこれでいっかってサラダもないわけよ準備してもないわけよでビールがあるから飲んじゃうでしょ 焼酎とか。で、あどこに座ろうかって、あそこら辺座りやすいから座ったら、自然にそこにテレビのリモコンがあって、なんかビールちょっと焼酎飲みながら、ちょっとね、ジャンクフード食べながら、ちゃちゃって言ってテレビつけちゃうわけよ。当たり前でしょ当たり前でしょそこで健康の習慣作りなさいみたいな。無理なんですよ。無理だよ。それさ、あ孫悟空でも無理だよ、それ。孫悟空でも無理だよ。だからまず、自分の環境を整えるところからスタートしないといけないじゃん。 ね。だから、これもネガティブな習慣を変えるところも、まじそうでしょう。ね。自分の環境を考えないといけないわけよ。当たり前ですよね。当たり前ですよね。で、最後ね、ラスト習慣のアドバイス。ラストは、ね。自分が求めている習慣を、すでにやっている人たちと仲良くなるのね。ね。だから、どういうことかっていうと、 ね、早起きを習慣にしたいんだったら軍隊に入れば絶対それは習慣になります絶対それは習慣になります o k ケー。Okay? Okay? なんかめちゃくちゃ働く朝から夜まで働くっていうのを習慣にしたいんだったらもうエリートの企業に入ると絶対それは習慣になりますなぜかっていうと他の人たちがそれをやっててそれがノーマルになっているから自分をその場所に入れることによって それがもう自然に自分の習,習慣になるんだよね。だから自分一人でこういう新しい習慣作りたいなーっていうんじゃなくて、もうそのコミュニティに入っちゃうわけよ。だから朝の運動って言ったら一人で運動するんじゃなくて、朝のジムのクラスに入るとか、ね、お金も払ってもいいから、ね、そこのコミュニティを作っていく。今も6時半で YouTube やってるんだけど、そういう時もあるでしょ。そういう感じですよね。だから、これネガティブもそうでしょ。わかる なんか自分の周りで、ね、自分の周りの人たちがめちゃくちゃお酒飲んで、いつもなんか飲みたくないお酒いつも飲まされて、で、なんか本当に疲れてて、いつも終電とかたまに見逃してて、眠たいんだけど眠らしてない。そういう人たちといつも遊んでると自分もそうなっちゃうでしょ。ね。なんかネガティブなことをいつも言っている人たちと自分もそこにいるとそういう感じになっちゃうんですよ。 で自分がどういうチームっていうかじ、どういうコミュニティに入るか、自分が求めていることを習慣にしている人たちと仲良くすれば、そのコミュニティに入ると自然にもっと楽にできますよね。そういうことなんですよ。以上 週刊ワークでした。OK, you guys! じゃあね、今日はこのぐらいにしようかなと思っております。でね、あのアーカイブ、これから出る、あの自然に出るんで、あの週刊の話でね、あの自分のつ自分が今外したい習慣、作りたい習慣というワークをやりました。まあ、外したい習慣のワークやったな。で、実際にどうやって外していくのかっていうのを、自分のこのね、あのラス、ドクターラスハリスね、ねハリス博士さんのチョイスポイントっていうコンセプトを使って、あのちょっとマインドフルネスのねテクノロジー、テクニック、 を使って、その自分の悪い習慣を選べるようになってくるような、ね、その練習をしました。で、覚悟についても話しし、で、習慣を作っていくための7つのポイント、6個か7つのポイントも紹介したよね。それやりました。で、今日の話が役に立ったら嬉しいです。はい r i g h ラビガ u g ちょっと動画流してね、僕バイバイします。ありがとう以外ス g u キー thank you so much. じゃあねー、ありがとうバイバイ。